のアビネスです。ワンフレームの実況プレイやっていきたいと思います。今回はですね、生放送を頻繁にやっていた時にですね、よくリスナーの方がえ、そうなの？って言っていたことに関してちょっと一つねまとめたいと思います。それは何かというとですね、マッサリーランクの、試験の練習できる場所があるよというところです。はい、まあ結論から言うとここなんですけれども、ここは地球のリレーです。まあリレーって言ってもね、どこでもあるんですけれども、ここは一応地球のリレーに来ております。2階ですね。2階にあるセファロンシマリスという方、シマリスにちょっと会えない方はね、まだ会ってない方、クエストをやっていない方に関してはちょっと馴染みが浅いかと思うんですが、こうライノの石像があって滝がバーってあるところ、まあ分かんない人はね、このファストトラベルでセファロンシマリス選べば一発で来れるので、まあエレベーターに乗って2階にあるよというところです。まあシマリスに挨拶もいいんですけれども、こっち側右側に行くとマッサリーランクのシンボルがたくさん立ち並んでいる部屋があります。実はですね、マッサリーランクを上げる前にここで練習することが可能です。マッサリーランク7テストっていうのはね、本番を受けることももちろんできますし、テストを行うこともできると。まあ下のを受けてね、下ので失敗したからって、今俺は現状かろうじてマッサリーランク28ですけれども、まあ28からこれに失敗したからといって、まあランクが下がったりとかそういうシステムはないんでね、上がったもんは上がったっきりですし、現状はこれがランク30まであるという感じなんですけれども、まあ30までは現状は配信されていない状態ですね。28までかな、配信されているのは。なのでまあこういったところでね、練習ができると、次の日になんないと、失敗した場合って次の日になんないと挑戦することができないんですよ。マッサリーランク試験っていうのは1日1回ということなので、そう、24時間経たないと再挑戦ができないので、まあそれはめんどくさいので、その前に、練習をしておいて本番に挑むという感じになりますね。流れ的にはそろそろマッサリーランク上がりそうだなと思ったら、次の試験をテストしてみるだとか、そういうのもありだと思います。こちら水星にあるラウンダーリレーというところには、やっぱりエレベーターを乗っていくのは変わらないんですが、ラウンダリレーの場合は地下にありますね。このセファロンシマリスのシンボル入って右、これは変わらないです。どこのリレーでも変わらないので、ぜひね、まだウォーフレーム始めたばっかりでマッサリーランクって練習するとこないのって思っている方はですね、ぜひ、ここを活用して、マッサリーランクをどん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 上げていっていただけるといいと思います。まあウォーフレームはね、やり込めばやり込むほど面白いゲームなので、まあ今回はほとんど初心者向けの方の動画になりましたが、まあこういった動画もね、どんどん発信していきますので、今後ともよろしくお願いいたします。お送りしたのはハビネスダークのハビネスでした。またお会いしましょう。バイバイ。はい、ご視聴ありがとうございます。今回の動画面白かった、参考になったという方は、ぜひ評価ボタンや感想コメントよろしくお願いいたします。またね、わからないことなどありましたら聞いていただければ、ハビネスも答えますので、ぜひ遠慮なく聞いてみてください。でこういった動画もね、どんどん出していきますので、チャンネル登録等もぜひよろしくお願いいたします。またね、バイバイ。